ちみ最新不動産情報。お待たせしました。どうもベタの住みやす芸人 WC 新宗慶です。今日もですね、トゥードゥック市サマーセットに来ております。前ね、ちょっと紹介しましたが、今回はサービスアパートメントタイプということで、ちょっとお部屋もね、違うみたいなんで、めちゃくちゃ楽しみです。本日も紹介していただくのはこちらでございます。杉本さん不在だけど、今日特別にちょっとベトナム人の方がいろいろ質問には答えてくれるみたいなので、困ったことあれば全部聞いていきますね。皆さんぜひ楽しんで見てってください。それでは行ってみましょう。レッツゴー。レジデンスラウンジ、はあ、お客さんが来た時とかに案内してミーティングルームっていうか、広すぎる。めちゃくちゃ広い。すげえ、ちょっとお部屋が楽しみです。廊下とかも前回はお見せできなかったんですが、今回特別に、はい、高級感漂ってる。来ました、お部屋。4ベッドルーム200平方メートル。いえ、200。あ、200間違えた。すぐのところは、あ、お手洗いです。トイレがあって、ここ大きなシューズボックスも4ベッドルームのシューズボックスだから、この広さですよ。でかっです。広い。過去最高の広さだよね。キッチン周り、ここでもだってパーティーできるんじゃない。Now I'm cold. Not a dry kitchen. So if you do the fish or the meat, you can do inside. ああ、だけ。After finished, bring here. 焼きとか、その匂いが出るものとかってこと？そういうのはこっちで閉じて。言ってた。うちの嫁、その餃子とか焼いたらさ、もう匂い出て、もう家中がもう餃子の匂いだらけになるけん。もうそれはちょっと換気扇じゃ取れんと、なかなか。ただここはもうドアで密閉されるから、ここでやって、もうちょっとドライキッチンって、その、俺はわかんない。ドライキッチンに行かせてくれよ。で、こっちでその野菜カットとかだったりね、その最後の味付けの段階とかできるっていう。収納めちゃくちゃ全部あるからね。全部ですよ、全部で。おい、皿並べて乾かせるやつ全部ありますよ。これオーブンか。オーブンですわ。グラタンとか作ったりできるやつして、レンジもあって、で3口といえども、ここにもコンロありますんで、あ、広いわ。ウェットキッチンからこっちに行くと、洗濯機と乾燥機も備え付けてあります。この部屋がだってドライする部屋でしょ。広ない？ここ住めるぐらいじゃん。東京の若手芸人これぐらい住んでるって。ここにシャワールームもトイレもあります。すごない？そしてリビング、リビングも過去最高だし、セッティングもされてますよ、こうやってね。高級感のあるお部屋ですから。こちらの食器類も完全にインクルード、もう含まれてますから、家賃。そしてこのリビングのソファーも、杉本さんがいたら開かれたのに、俺一人で開かるのか。この広さヤバ広じゃない。いやー、ほんとすごいよ。1、2、3、4、5、6、7、6いけますわ。で、これもスピーカーもすごいもん、テレビのスピーカーも。家具のセンスもすごくいいですね。統一感があるというかさ、この絵とかとモダンな感じというかさ、すごく素敵。ベランダ、リバービューですよ。この目の前のさ、この通りの感じさ、ホワイトハウスの感じじゃん。もうホワイトハウスってこんな感じになってるの？知らんけど、眺め最高や。プールいいんやって。で、ここさ、ウォータースライダーだったの知らんかったけど、すごっ。で、ベランダも広いし、やばいね、マジで過去最高のとこ来たかも。
こちら行ってみましょう。じゃあスモールベッドルーム、スモールベッドと言いつつ結構広いです。今までのスモールより広い感じがする。クイーンベッドです。スモールベッドルームだけどクイーンベッドってことは2人は確実に寝れるサイズですからね。だからお子さんでもいいし夫婦とかでも全然いい。メインで寝かせてよそれは。いや夫婦でほら、だから泊まりに来た時もさ案内してさ、こういうの置いててさ匂いもすごいいいし、日本人の方が管理してるだけあってすごいきめ細かいサービスが行き届いてます。激アツです。スモールベッドルームといえど収納はちゃんとありますし、このライトがあるだけでも全部見えるんですね。ここはここも収納です。収納もたくさんだもん。そしてこちらタイプとしては先ほどと同じようなタイプですが、こちらにも収納さらに広い。広さあ次提案しよう。あ、さっきのスモールベッドにはトイレとシャワールームなかったけどこっちにはありますね。鏡広っ。マスターの広さよこの鏡でシャワール。杉本さんが言ってたら泣き出せ気づきやしげこれ。杉本さんがいたらこれをね言ってくれてたはず。ここにね登って隠し扉を探すみたいな。違うよ、シャンプーとかね、シャンプーとか置けるのがね下についつい置いてちょっと泡だらけになったりとかこのヌルヌルになったりするのを防ぐという。え、ちょっと待ってこれ何、こっから窓開けれるよ。これは嬉しい。いやマジシャワールームとかねちょっとね熱でこもったりとかするけど全然違いますね。上も開けれるし入ってる時はねちゃんと閉じればいいし嬉しい。なんかちょっと初めて激アツ。そしてさあそしてこちら行ってみましょう。ここもだからトイレとシャワールーム、さっきのは同じくらいですがシャワールームはもっと広くなってる。これはちょっともう嘘偽りなく痛いってきますぐらい広いです。こっちの方がでまた換気ができる窓もついてますと。細かいやっぱりなんかでグラスがあったりでこれもおしゃれだしさ、やっぱりこのサービスアパートメントならではのきめ細かいサービスがすごいね感じられるんですよ。そしてここはまだスモールベッドルーム、やっぱスモールと言うにはふさわしくないぐらい広いです。視聴者さんとの距離感めっちゃ離れてると思うんですよ。こんだけ広い、東京ドーム2個分です。いやそんなない。でまあ収納もねもちろんですがありますし、ベッドルームにテレビがあります。これマスターベッドルームじゃないでしょ。もう一個マスターベッドルームがあるって聞いてますから私。でここもささっきのリビングと同じぐらい開放的な感じ。ここも最高やん、眺めマジ最高やん。マジでなんか天下取った感じするわ。いよいよマスターベッドルームに行きたいと思います。マスターベッドルームの前にお部屋が、はあ、だからもう主の書斎的な感じで使ってくださいと。はかどりますよこれでやったら。窓もありますからね、コーヒーなんか飲みながら仕事できますよ。快適やわー。激アツ激アツ激アツ最高。いよいよ主の部屋へ。うわーゴージャス、広いし喋ってる。でも収納もここもありますよ。ここもあるし、アイロン台もありますよ。この鏡もでかい。マスターですんでね、やっぱ鏡もあって、こういった金庫もありますよ。で、こういう鏡もありますし、スーツケースとかを乗っけれるやつも、なんかこう、あ、これあったらいいみたいなことが置いてあるのがやっぱり嬉しい。一つ一つ気遣いっすよ。もうホテルと一緒よね。そうね、ホテル、確かにホテルみたいですわ。ホテルのなんかそのデラックススイートみたいなそういうところに泊まってる気分で、テレビももちろんマスターベッドルームなんでありますし、そしてマスターベッドルームのシャワールーム、シャワーだけじゃねえぜ、浴槽あるぜ、激アツ。食べて最高。シャワーも浴槽も広いですよ。ここもね、先ほどのこのブラインド形式でこう上げて外も眺めながらお風呂にも入る。それは無理。え、見えるじゃん。さすがに上から見える。まあ換気完璧にできますからこれで窓開ければね。めちゃくちゃいいやん。すごい体重計もある。これ本当に横だけかもしれないです。サービスアパートメントだからこそこういったものが置いてあるのかな。お子さんがいる人とかはね、子供がここに乗ってこう手洗ったりとかできますから。いやこれすげえな。でシャワールームも完備ですよ。浴槽プラスアルファシャワールームもあると。こういうとこに住みたい。家賃を当てたらタダで借りれるのコーナー。
さあやってまいりまして、家賃当てたらタダで借りれるというコーナーですが、これね、今回はね、案内してくださってる方がいますので、その方に、まあ、家賃を僕が当てたらタダにしてくれるという。ありがとうございます。じゃあちょっと呼びましょう。マジで4ベッドルームでしょ、200平米、ホーチミン市中心地からはタクシーで25分ぐらい、弁天市場までは15分ぐらいで着く。ファシリティすごいですからね。子供プールあって、この大人のプールもめっちゃ広いし、はい、でテニスコートでバーベキューエリアもまたありましたね、はい、でジム、はい、あとスカッシュコート、スカッシュコート、はい、やば広っ。いやこれマジでめっちゃいいわ、はい、子供が遊ぶスペースもあって、ルームです。僕あのすごく使います、こういったスペース、はい、子供が前回も紹介しましたが、まあ、プールあってもうジムあって、もう他にもなんか施設、テニスコートとかもたくさんありましたから、もうそういったものもありますし、でキッチン2つあって、いやこれマジで高いぞと当てて、俺家族全員呼ぶわベトナムに。俺の中川家の家族と嫁の実家の家族、うん、全員ここに住まわせる。よし、4500ドル。ちょっとでもね、4500ドルぐらいだと思います。正直ね、4ベッドルームだ、これはもうこんぐらいいく。で、サービスアパートメントでしょ、もっと高いか、もっと行ってもいいな、サービスついてるもんだって。洗濯はあのしてもらったらプラスでお金が発生しますという、まあ、だから掃除とタオルシーツ交換ってことだよね。だったら今4500ドルで行きます。もうパンバーミーティアン3300ドル、めっちゃ安ない？いや、だいぶ mới mở nên rẻ và đã bao gồm thuế phí dịch vụ nước sử dụng điện thì có bao gồm nhưng mà giới hạn. 水、電気、税金全部含まれてて3300ドル、マジで安い、最高。いやマジで安いよこれ、3300ってマジ安ない、うん、いやこれねマジ日本人の方どうなんかね、この広さって難しいのかな選ぶのね。家族何組かとか、その誰かとルームシェアとか、千限りは4ベッドってなかなか借りづらいかもしれませんが、いやこれは安いっすわ。でちょっとですね、2ベッドルームもあるみたいなんで行ってみましょう。それもちょっと楽しみ、これだけすごかったら。さあ2ベッドルーム、まあ作りはあの4ベッドルームの作りの感じと一緒ですね。でも家具もちょっとだけ違うよね、この大きい鏡があってのシューズボックス。2ベッドルームには十分の広さで、テーブルもちょっとなんか大理石、これは大理石でしょ、大理石じゃないの、ちょっとね、さっきとは違うテーブルの作りですよ。そしてキッチンも広いし、なんか高級感がやっぱあるね。置いてありますよ、トースターもあるし冷蔵庫あります。で収納も十分ですよ、細かいこのライトのねおしゃれな感じもありますし、で洗濯機を置く場所で、まあ、2ベッドルームなのでここに干したりとかするんでしょうかね。さあそしてこちらリビング、なんか広く感じるね、こう奥行きがあってここにもベランダがあって、この外もこう見えるけど広く感じます。2ベッドルームで80平米ぐらいで、だけどもっと広く感じます。こちらスモールベッドルームとなっております。こちらも収納も十分な広さがございまして、ライトアップもされてます。これやっぱすごい出来たてでまだまだ綺麗ね、壁とかも壁じゃなくてもよくない、その家具とかそういうのでいいよ。ほら家具もベッドも綺麗ですよ、もう誰も使ってないですから。まだ次行ってみましょう。続いてはじゃあシャワールーム、こちらも2個ヘッドがついております。いやーマジで綺麗だ本当に。マスターベッドルームに来ましょう。じゃあテレビ鏡がついてます。ではマスターベッドルームなりの広い収納ですよ、これだけ広い、ベッドも広い、2ベッドルームもいいね。こちら浴槽あります、シャワースペースもあって、こちら浴槽もシャワーで洗うことができると。2つついてます、うん2つついてます。でまた窓がついてるので換気ができるという、最高やん。ブラインドもありますので隠すこともできます。家賃を当てたらタダで借りれるコーナー、これもね当てたら借りていいという承諾を杉本さんにいただいたので考えていきましょう。まあねこれは80平米で2ベッドルーム、サービスアパートメントで家具とかも綺麗ですしね、4ベッドで3300ドル、単純に計算すると半分で割ればいいんですよ、1600ドル、単純計算。ただね半分じゃない気するよね、もうちょっと高いと思うよ、1800ドルでいきたいと思います。ボタンバ見て US ドル
1400ドル。安い、半額切ってきたよ。めちゃくちゃ安くない？2ベッドで1400ドル、すごいな。こんだけ新しいお部屋でファシリティがすごいんですよ。ここマジですごいから、1400ドルで借りれる、これはマジで。ちょっと皆さん、2ベッドルームだったらね、ご家族の方でも選びやすいお部屋となっていると思います。他にもたくさんエナセッツさんはですね、マンション持ってますので、ぜひ下のリンクの方から見てみてください。それでは以上、ホーチミン最新不動産情報でした。また次回お会いしましょう。さよならー。